はい、こんにちは、みずこんです。今日はですね、ちょっとね、以前あの伊勢中川の短絡線ね、伊勢中川が短絡線のところにスーツさんのね看板が立ってるっていう動画をね、ショート動画でちょっとアップさせていただいたんですけど、コメントでね、そこの行き方が分かりませんみたいなことを言われた方がいまして、でまあいろいろとね明記して地図でねツイッターとかにも載せたんですけどね、まあ、その人がリツイートしてくれて、やっぱり画像とか写真あった方が安心するよねみたいなねことを言ってるね人も方もおられたんで、ほんじゃあ動画撮ろうかと思って今伊勢中川の駅に来ております。ということで伊勢中川駅ですよ。だからここからね歩いてねスーツさんのところまで、ちょっとね行けたらなと思うんですけど、はい、ということで行ってみたいと思います。よろしくお願いします。ということでちょっと待ってね、ちょっとね今ね11時40分なんですけどね、島風が多分もう来ると思うんですよ。でその島風だけちょっと撮りたいなと思います。はい、すいません。たらね、ツイッターフォローしてくださいね。メインチャンネルのツイッターとは別に作ったんで、乗り物ライフ専用の、ツイッターを作ったんでね、もしよかったらフォローしてくださいね。まだフォロワー数全然いないんでね、よろしくお願いします。ということで島風も出ていったので、ちょっと行ってみましょうか。歩いて行ってみましょう。ちょっとその前にスーツさんのね、看板なんですけど、ここからでもまあ見えますよね。スーツさん、これですね、伊勢中川デルタ線って書いてあるやつです。でこれね、デルタ線三角形になってるんですけど、この真ん中、三角形の真ん中ちょっと短絡線寄りにね、道が走ってるんですけど、そこを行きたいと思います。まあ普通にね車もちょっと狭いんですけど、車も走ってる道なんで、まあ歩行者ちょっと注意しながらなんですけど、行くことが可能です。ということで行ってみましょう。よし、ということで伊勢中川ね、西口と東口、2種類あるんですけど、西口から出ていきます。まあ、東口からでもね行けるんですけど、まあ西口の方が出やすいんでね、すぐ行きます。で目の前にトイレがあるんでね、あのデルタ線はトイレないので、ここで用を足してもらってね、万全を期して行ってほしいですね。さあ歩いていきましょう。いつも東口なんでね西口なかなか取らないんですけど、僕で時間が、11時49分11時50分になりましたね今。はい、11時50分になりました。行きましょう。よいしょ。でこれまっすぐ行きます。
さっきの伊勢中川からこうまっすぐ来たんですけどね、大阪方面、名古屋方面に行きます。そしたら止まれが出てくるんですよね。ここ結構車通り多いんで気をつけてください。そうするとこれ伊勢中川の踏切ですね。こんな感じですね。伊勢中川の駅がこっちありますね。ここ渡ります。で大阪線、こっち名古屋線ですね。でこの踏切を渡ってすぐここを左折ですね。ここ曲がります。もうちょっとね、あのポール立ってるところを左、ポール今トラックが出てきてますよね。あそこからでも行けないことはないんですけど、車だとあそこからかな。今トラックが出てきたところから行くんですけど、歩きなんでもう最短ルートで行きたいと思います。ということでここ曲がります。あ、今火の鳥だ。今短絡線火の鳥通ってる。ここも一番最初ね、ここも一番最初撮り鉄してるんでね、僕もしよかったら見てあげてくださいね。まあ僕の最寄り駅は伊勢中川駅ですから、まあ、この辺のねやっぱり道はあれなんですけど、さあ進んでいきましょう。でね、この田んぼ道をね横断できると一番いいんですけどね、この田んぼ道を横断できると一番いいんですけど、なんかこの辺からね横断できたら一番いいんですけどね。まあ道なりに行ってみましょう。道なりに進みます。もうとりあえずひたすらまっすぐです。ひたすらまっすぐ。さあひたすらまっすぐ歩いてきました。そうするとね、こういう T 字路にね、ドン突き当たります。なんか高級チックな家もあるんですけど、このドン突き、これを左に曲がります。こうです。線路の方向ですね。線路の方向に行きます。そうするとここね車も通るんですけど、僕もここ車で通ったことめっちゃ狭いんですよ。これをまっすぐ行きます。そうすると、これ近鉄名古屋線なんですけど、名古屋線の下をくぐることができます。これで、デルタ地帯のど真ん中に行くことが可能です。まあでもやっぱり撮り鉄のスポットとしては有名ですよね。これがデルタ地帯のど真ん中ですね。まあ実際ね、なんかここもね伊勢中川の駅みたいなんで、
だから短絡線なんかはね、伊勢中川の駅を通過するっていうような感じみたいですけどね。はい、デルタ地帯のど真ん中に来ました。ここですね。ここにスーツさんの看板があります。ど真ん前にあります。お、島風また来た。っていう感じですね。はい、ここまでこれ来ることが可能です。あとはね、この草むらをバーっと行ったらね、目の前まで行けるんですけど、ちょっとね、今夏場なんでね、草が結構生えてるんで、まあ結構でもなんか踏んだ跡あるよね。これ皆さん踏んだ跡がありますよね。この辺からなんか踏んだ跡がすごいあんねんけど、ちゃんとスーツさんのところまで行けるようになってんのかな。ああ、大丈夫そうですね。はい、おっ、あら、まあ道にはなんかなってますよね。という感じでちょっと草むらの中に入っちゃうんですけど、スーツさんの、ここまで来ることが可能です。今チャイムが鳴ったんで10分ですね。約10分で来ることができました。今12時ですね。ちょうど10分ですね。ということでスーツさん伊勢、名古屋、ね、こっちは伊勢、大阪、ね、まあこういう感じでね、来ることが可能です。はい、という感じですね。はい、こんな感じで来ることが可能です。でやっぱり撮り鉄のスポットなんですけど、この辺とかからね、この上上がると、伊勢中川の短絡線が見えるんですけど、スーツさんもね、多分この上から撮ってたと思うんですよ。この上からスーツさんの動画見たら、この上からね撮ってたと思うんですけど、おすすめはやっぱり寒くなってからですね。これ草ぼうぼうでね、ちょっと今ねなかなか登りにくい状況なんで、来るなら冬場がおすすめです。もうこの草がね枯れた時来るのがおすすめです。まあそれの方がね、やっぱりこのスーツさんの看板にも行きやすいと思うんでね、これはおすすめです。ということでデルタ線のど真ん中でした。これで分かってくれたかな分かってくれるとすっげー嬉しいんやけど、なんか人の役に立ったみたいな感じを思いますけどね。さあ行ってみましょう。さあ伊勢中川の駅まで戻りましょう。ここも危険って書いてるんでね、立ち入っていいものなのかどうなのか分かんないですけど、まあ、立ち入ったことはないですね。これ短絡線ですね。これ近鉄名古屋線です。今帰る方向なんですけど、
で、まあ伊勢中川変えるときはこっちなんですけど、こっちの方を変えるんですけど、これ左に曲がるとね、僕がいつも、撮り鉄してる場所に行くことも可能です。ちょっと行ってみますか。ここですね。はい、やってまいりました。ここも目の前まで行けるのがすごいいい場所なんで、いい場所なんでおすすめです。これ目の前まで本当行けますから。ここですね。ここはスーツさん撮ってたかな、ちょっと覚えてないんですけど、西園寺さんは撮ってましたね。さあ伊勢島ライナー、はい、ということでですね、まあ伊勢中川のデルタ地帯の行き方でした。本当ね、伊勢中川から下車してすごいアクセスしやすい場所なんで、もしよかったらね、撮り鉄に最適お越しください。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。さあ早く帰ってこれ編集してアップしないと、今日ね10月8日なんですよ。10月8日、10月8日いつアップできるだろうね。本当そのツイッター書き込んでくれて、まあ、僕のコメントにも書き込んでくれた人のためにもね、なんとかね無事行ってほしいですもんね。やっぱりね、少しでも役に立てばなと思います。さあということで大ダッシュで帰って編集したいと思います。ありがとうございました。